始まりました、コーデ好きのサンキューチャレンジ。この番組はゲストの方をお招きしてミッションにチャレンジします。ミッションクリアで1ポイント獲得、3ポイント貯まれば豪華グッズを作りまして視聴者の皆さんにプレゼントしようという番組となっております。本日はキコーナ蒲田店さんにお世話になりたいと思います。よろしくお願いします。ということで大事な大事な2ポイントを持ってますからね、リーチかかっております。決めていただけるのでしょうか。いや、決めていただけないかもしれません。先に謝っていきましょう。おい、え、おい、おい、だってこの方なんですもん、ゲスト。どうもどうもどうも、お久しぶりです、まゆみです。って思った、いいの私で、ストッパーですって。ストッパー。逆に試練。試練。え、でも本当に今日で1年なんですって、この番組が始まって。おめでとうございます。1年で、うん、次回からリニューアルするから、番組内容がポイント制とかは今日までらしくて、じゃあある種、うん、最初で最後のチャンス的な。いや、そう、今リーチなの。グッズ作れるか作れないかはあなた次第なんです。ちょっと怖い。いいの。いいんですか、逆に。いいんですか。いや、良くなかったと思う。でも多分大丈夫。視聴者の皆さんは私のこともきっと信じてくれてる、信じてくれる。頑張りましょう、うん、やるよ、やる、お願い。そんな目で見ないで、そんな目で見ないで。あ、もう本当にあの得意機種言ってもらって大丈夫だから。ちょっと考えるわ、うん、真剣に考えるわ。まあ大事なね、運命を決めるミッション、はい、33,333玉。33333か、はい、これは変わらずでございます。順調にクリアしてきてますんで、皆さんね、まさかできないわけない。実績でございます。合計でいいんだもんね。あ、そう、ね、リザルト画面の合計でいいから、定まじゃなくていいから、刻んでいいんだもんね。そう、いいよ。で、まあ、いつも聞いてるんですけど、乗りませんよね。え、乗ろうよ。なんで。いや、いつも乗りますか乗りませんかってちゃんと聞いてるじゃん、私見てんだから。乗りませんよね。乗りませんよねっていう質問初めてだわ。私も、はい、乗りますっていう準備してきたのに。乗ろうよ、乗ろうよ、なんで。そうだよね、うん、な、じゃあ乗りで行こうか。みんな友達、同じことしよう。シナバ、モロトモみたいな。助けるかも、助ける、助ける。そうだよね、そうだよね、そうだよね。じゃあ得意機種言ってもらうってことで、私はついていきますね。はい、はい、では早速実践の方行きましょう。はい、はい、何に座りましたか。得意機種ってオープニングで言ったんですけど、はい、空いてなかったんで。逆にあの、うん、得意 か、 太いか不得意なのか、うん、それすらも不明機種。あ、未知数。未知数のリゼロ。はい、鬼がかりバージョンってことで、いはい、多分ね、この番組で打つの初めてなんだよ、ね、と思ったの。それも思ったの。さすがっすね。でしょ、うん、でさらにすげえ根拠ないこと言うと、うん、オカルトね、うん、分かんない機種、そう、すぐ当たる説。分かるでしょ。で、後々調べて、うん、あ、恥ずかしい、これ激アツだったじゃんとか。いや、だから私結構リゼロ打ってるけど、うん、あの、あんまり勉強しないようにしてる。あ、逆に分かりすぎると辛くなる時あるじゃん。うんうんうん。これさ、私でも噂だけは知ってて、うん、先バレがやっぱ一番いいって。そうね、とりあえず先バレする。先読み期待モードより先バレが面白いんだよね。私はでも最近は先読みにしちゃう。あ、先バレより期待度上がる。そう、先バレだと 40% で、先読みだと 45% あるから。おお、あ、ちょっと上がるんだ。そうなんです。まあ、とりあえず319分の1、はい、当てて突入率が 55% です。はい、 ST タイプなので。はい。で、何が嬉しいかっていうと、もうラッシュ突入の時点で3000もらえる、入らなくても1500もらえるよっていうのがやっぱリゼロのいいところです ね。そこでかいな、うん、でもラッシュ中も3000の振り分けあるよね。ある、25%ある。で、継続率は約 77% だっけ。はい、いける気がするな。いけるのよ。だけど待って、先バレってどこが光るの。ここ光るってかね、もう音を感じてほしい。あ、音が言うんだ。あ、でも言ってるね。あ、そう、ポキューン、ポキューンって、あれついつい振り向いちゃう。そうなの。そういえばもう体中の毛穴が開くよ、ブワーって。いいね、初心者感出てていいよ。でしょ、いいよ。なんならパチンコすら初心者なんじゃないのっていうことを言ってんだけど、すいません。とりあえず、うん、はい、鬼がかり予告だったりとか、うん、何かな、
金金鬼がかってますねか鬼がかってますね、はいはい、でも 85% だったりとかなるほど金ショコで 42% だったりとかまあでもとにかく、うん、先バレ出てたら先バレから始まるから OK、うん、先バレ来たらその後の演出に要注目ってことねちょっとその先バレちょっと一回外れてもいいからどんなもんか経験してみたい白で当たるのが20回に1回ぐらいだからほんとなるまあなる先バレ入れてたらそっちの方が助かるけど ねよくあるじゃんなんか先読みチャンスモード入ってるけど先読みなしで全然当たっちゃうみたいないやあるのよもうだから油断できないけど大体なってくれるんだったら油断しないで済むっていうか、うん、あリゼロ自体はゆずき知ってんの？ あの原作って知らないのよあ知らないでここまで好きになれるってすごいね私だからコードギアスとかもパチンコ好きだったけど、うん、全然原作知らないマジで？うんあのライトミドルめっちゃ好きだったけど、うん、全然知らない未だに知らないってこと知らない知らないってあなた知らないあなた、まあ、パチンコのエースで大体あこういうそうそうそうあれねって分かるだろうけど大当たり中とかにさエピソード出るじゃん、うん、出るけど、うん、なんかさでもさ、うんスロットだったりパチンコだったりさ、うん、スザクがさ、はい、敵になったり仲間になったりするじゃんあれがよくわかんなくてさ、うん、それをまたさ知りえ、なんなんみたいなあるいろいろあるのよ えスロットじゃ敵なのみたいないや彼にも本当いろいろあるのあでも知らなくても逆に楽しめるんだよ、まあ、あそうそう全然機種が好きだからってことだよねそうそうそうあでもあんまりなんかアニメとか漫画を見るイメージないやゆずきにあのゲームコンテンツは強いけどドラマ見ちゃうから大人だね移動とか移動あの新幹線の移動とかああもうドラマ見る人大人だもんだって大人なの私人死ぬドラマ好きだから残酷なやつ医療系好きだからああそっち大人じゃん医療系あんなめちゃくちゃ話難しい私印象に残るシーンなんかあの お菓子ですってお菓子箱にだいたい100万円入ってるあの印象しか残らないこういうドラマ見てるの悪大感おるやんお饅頭の下になんか金貨入ってるみたいなお医者さん系のドラマずっとあでもお医者さんのドラマってこういう感じなんだ違う多分ね違うぞえ、ノリでしたっけノリでしょあなんでやねんそうだ私前回の時も私の時だけ乗るって聞かれなくて実践始まってからあれそういえばあれ乗るって聞いてあれいよいよ聞いてくれなくなったぞと昨日ツイッターでさ明日は乗らないでいよっかなって言ったらああの人が来るんですねみたいな待て待てそういう先入観って怖いないやそこをねやっぱ打開していこう今日はそうねいや、うん、いけるあでもあそういけるってこう言ってる時ってそのフラグ最後回収できないからあんまりこれに関しては調子乗らないでおこう謙虚にね謙虚に、うん、やはり10月9日ですね年に1回素晴らしいありがとうございますだけど今日みんな、まあ、スロット多分スロットの方が今日は多い、うん、そう今 6.5 号機がさあ、まあそう、うん、あうまいね大チャンスだったら 65% あります緑ホルエでしたえどうしよう当たっちゃったらいやないですねないこっちゃないでしょう 5% ぐらいあるよ手つないだらよかったんですけどさすが詳しいねありがとうございますハズレですえちょっと見させて最後今あのすげえすげえネタバレぶっこんでくる人じゃんハズレです
もう当たり前かのようにまあ打ち込んだ人だからこそ分かるあれだろうけどさ、本当ね、先晴れないとね、面白いね、見たことないのよ、本当に。だって20回に1回だよ。さあ、20回に1回は何パーでしょう。21パーじゃない20回のうちの1回だったら1パーでしょ。1パーしかないわ。先割れなしで当たるの1パーしかないです。うわえ、合ってるよね、合ってるよね。100パーで1パーって何回で1回。100パーで1回は、うん、100パーで100パーで1パーだとしたら100パーマックスでしょ、うん、1% って何回に1回。100回に1回ですよね。うん、20回に1回は、うん、20回に1回は20回に1回だから1パーダメでした、ダメでした。100回に1回も20回に1回もどっちも1パーじゃん。ああ、そうなんですね。そうだよ、え、そうだよ。誰か、え、算数の先生いる。そうだよねそうだよねね視聴者の皆さん、私何か間違ったことを言ってます、ね、ツイートしてみたら今、うん、20回に1回って1パーですよねっていきなり、うん、ここに繋がる、うん、え、正解を教えてくれる人いるかな。最近ちょっとみんな意地悪なんだよねそうですよとかだからなんかどうなんでしょうねとか、なんか正解を教えてくれる人がいないよし、みんなに任せよう。ちょっとジャッジしてもらう。そうしよう、楽しみだなとか、なんかすげえなんつうの、匂わせっていうかさ、なんかさすがまゆみさんとか、え、どっちみたいな答えに、そう、答えを、うん、最近みんな意地悪なの。あ、なるほどなるほど、うん、かわいそうですとか、まあ自分で調べましょうとかさ、まあ、そりゃそうなんだけど調べ方わかんないもんねそうあのね、そう、ほんと分かってほしいのが、調べ方すらわからないのが、そう言ったら私たちです。うんその他私たちなんて言って検索したらいいのかとかさ、うん、あ、そうだよね、うん、何が分かってないかが分かってないから困ってる。そうあ、答え来てるよ。え、早っ。あ、え、全然違う。どういう計算式。え、 5% だってびっくりだね。え、じゃどういう計算式私に公式教えてほしい、それえ、だって20回中1回だよ。100、そうだね、難しいなぁ。私、え、確率の授業受けたっけ受けてますね。受けたっけね。義務教育のはず。あ、でもサイコロってなんかっていうと、あれ確率だよね。そう、あ、うん、そうだね。なんか、サイコロ1が出る、あれ、じゃあ受けてる。受けてるけど、その先断念した気がするもう私ちょっと確認するの怖いからちょっとみんな教えてくれてるのになんか今日にとってはみんな教えてくれてるよ本当だ、なんでだよ、なんでだよ。あ、でも質問系だからかな。あ、そう、回答を求むだからじゃない、うん、回答を求むだからだな。優しいな、結局みんな、みんなびっくりしてると思ういきなりどうしたって、うん、まあ、使われるかわかんないけど、なぜかは今後のサンキューチャレンジを見てねってツイートしとくわ。そうだね、うん、今見てる人たちは、あ、これのことかとあったな、そんな質問あったなみたいな、あ、そういうことねっていう。そういいね、つながる、忘れた頃につながるタイプ。え、待って、ちょっとゆずきさ、一番不得意なさ、うん、教科何。物理。あ、ちょっとなんか言うことが大人だから物理とかっていいよ、物理の問題出してみて、絶対答えられないから。待って、物理だったら本当にお手上げだから、本当ごめんだけど物理だったら無理だよ、うん、物理が何たるかなんだけど、だって物理ってさ、
高校生からの授業じゃない？そう、選択してしまったんや。やめてやめてやめて、本当に。むしろ物理って答え何？まださ、ちょっと理科とか言ってくれた方が優しいじゃん。何物理って意味わかんない。いやでも319か、いけるっしょ。いけるかな。いや、いけるとは思ってるんだけど、時間内にいけるかな。ドキドキ。それな、まあでもいいや。3、3、3、3、2人合わせの合計で3、3、3、3、3でしょ。そう、うん、そこを最終目標にしとけばいいから。そうねすっげー信用ねえけど。まさか私朝からこんだけ信用ないなんてびっくりしてるあれみたいなこんだけ信用、あれいつ失ったっけ信用と思う。過去の放送を見返してもらってやだ恥ずかしい信用を失うに足る証拠たちがやっぱり、うん、なんだろうね、この番組で出してるのあんまり見たことない。だからさ、それで言うと今日まあ私呼んでいただいたわけじゃん、はい、逆に、うん、プレゼント渡したいの、それとも渋りたいの、うん、っていう心理考えた。いいの私で本当に。確かにね、多分、挽回するならここだぞっていうキャスティングかもしれない。なんでかな、産休精神が足りないのかな、私の心の中に。最近ちょっとおごってたかもしれない。あ、謙虚な気持ち、ね、謙虚な気持ち、確かに。え、大丈夫、今すでに諦めてないよね、大丈夫だよ ね、まだ1万円使ってない。私台本届いた時点で、あおい、ゲストさん前見る、あおい、一応1年の締めくくりで呼ばれてんだぞ、こっちは。そっかそっか、そう、ちょっと一回ね、これで見ようかな。私もちょうど高校までで1ユキチ。はい、まあ、でもリゼロ打つ上で4万は覚悟した方がいいと思う。でもさ、違う違う、ゆずきそれは違う。ゆずきミドル打つとき毎回それ言ってる、リゼロに限らない、うん、いやリゼロはまあ特にそう、あのリゼロはまあ 5まではいける。いやでもこのままリゼロ打つべき、気持ち打ちたい。なるほど、打ちたい。じゃあ空いてるならそっち見てもいい。あ、うわー怖い、今1133って。いやそれもありえるんだろうけど、だって見て、あ、怖い。いいじゃん、香ばしいよ、こういう台いいよ逆にね、うん、確率食って、そう、こういう台次の日出たりするのよ。でもさ、もう欲を言わないからさ、319周辺で当たってくれって思わない？確かに100回転で当たれなんて言わないからさって思っちゃう。はいはい、対戦移動させてました。酒バレ私も入れた。音量3ぐらいにしとく。はい。いやでもこれで今日見せ場なかったらいよいよよ、ほんと。うん、いよいよ後もう呼ばれなくなるいよいよですよ。いや私はフォロワー総動員させてコメントにまゆみさん呼んでくださいって書かせるわみんな書けパネル飛ばすいや逆に負けて書いてるってことじゃないですか。あ、まあ確かにお店的にはね。そうだよ、ホールさんからは大人気かもしれない。まゆみさん呼んでほしいそっち赤イルミ入ったぞ。あの、まゆみさん呼べないですかねっつってひどい。え、先バレてないけど当たるかもよ。何パーでしたっけ何が先バレなしで当たるのは何パーでしたっけ。さっき聞いた 5%。 5% 引けばいいだけだから。そう、あ、またさっきと一緒、デジャブだ。始まりの終わりと終わりの始まり、これ2段階のロゴ落ちが、うん、今赤だったじゃん、うん、あれが金まで行くと若干、うん、これも赤文字がある。え、手をつないだ方がいい、うん、じゃね、はい、デジャブしょうがない。手つないでる旦那と。うん、基本つなぐ。お、ごちそうさまです。あ、え、さっきと手つないでる。え、自分となら。あ、いよいよこの間響きの
腕組んだ。飢えてる。いやいやね、やばいよやばいよ、うん、ごめんね、何も毎回話すことなくて報告があるとかなくて、本当毎回ごめんね。いやいや、過去の話しよ。さかのぼっちゃう、うん、過去も遠すぎて思い出せなくなってきてる。過去の話すると当たるみたいなとこあるから。ああそうね、そう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 、でもなんかダメ男の話すること。そう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 、な、意外とさ9年いたけどさ、うん、恋愛の話はあんましないからさ。そうね、知らんのよ。そうね、だ9年間だってちゃんと彼氏いないもん。え、ちゃんとした彼氏、ちゃんと、うん、ちゃんと彼氏いない。なんかほら普通にご飯食べて終わりって、そのまま発展しなかったとかはあるけど、あ、気がついたら9年経ってるぐらいな感じなの。いや、なんかそのね、バチタウン入ったばっかで、うん、でまだそこまでじゃない時に、うん、最初いたけど、その後にすぐお別れしてて、そっからだから。ありがとうございます、ごちそうさまです。待って、ありがとうございます。ちょごちそうさまです。すごい悲しい、悲しい話。ごちそうさまです、ありがとうございます。手にやるよ。なんだこれ、これなんだ。本当に、いや、ちょ、いや本当に見なかったっていう熱弁するの結構恥ずかしいんだからね、本当に。かなー、金ショコ42%。え、いいな、金紫か、大チャンス。あー弱い、弱いです。これだと弱いんだ。あ、手つないだ。こんな感じです。あ、つなぐんだ。え、つなぎましたね、一応。私の時つないでこんなこと。あ、エルザあった。あ、お、この3回あるんだけど、色味が、うん、最後のカットインの色だから、次赤だったら赤カットインみたいな。あ、赤だ、赤カットインで、最後が激アツジャッジってなるパターンもある。金色みたいな。中途半端です、これは外れます。弱い、うん、さすが。でも先バレ、先に入られちゃった。120分の1ぐらいだったかな、先バレの確率。じゃあそろそろ来てもいいの。まあいい、当たる先バレ出すからさ。あ、まあそう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 、ポケン、外れで先バレ出してもしゃあないのよ。でもこうグーってなるよね、なるのよ絶対ね。嬉しいよね。リゼロ、パッと見誰が好きですか。あっ、パキャラクター、まあなんか見た感じだから、ない、あの原作知らないんだから。ああ、4の子、4の子、待って、4、4、待って、4の子、数字か、よりにもよって。あ、4が来ない、開けた。あー、名前出てこん。聞くな、じゃあ聞くな。失礼、名前出てこん。なんか顔もロリ系じゃない。あ、じゃあ名前、アナスタシア、アナスタシア、アナスタシアちゃん、アナスタシアちゃん、アナスタシア、アナスタ。まずなんで私がポキューン聞きたくて選んだのに、なんでポキューンあっちになったのかな。本当だよね、ちょっとなんか男の話したみたいな。男の話、うん、そうだな。今、あ、でも 9年間の入って別れてから本当に話すほどいないんだよっていう力説で終わったんだけど。いやーねー、ほんと今もさ、全然さ、だから出会いがないんだけどさ、どうすりゃいいのかね。え、なんか DM とか来ないの。来ないよね。あ、でもなんかたまにその LINE ID 載っける人がいるけど、あ、いや、しないじゃないか、怖いじゃないか。まあそりゃそうだ、うん、DM とかってやっぱ怖いじゃないか。そりゃそうだ、やはりその辺の、や、うん、ちょっとした警戒心一応持っているので。なるほど。かといってやっぱさ、その、うん、あの何、マッチングアプリにあれしてまでとも思ってないのはないのよ。あ、まあ今流行ってる。あ、すいませんね、ちょっと待って。えー、いやありがとうございます。すいませんね、なんかすいません。え、なんかすいません。あ、キーショコです、42%。なんだろう、あれ、マッチングアプリ、え、すいませんね、なんか男の話いただいちゃって。全部そっちに流れてる。どういうこと。
起きろ、もういいよ起きても。じゃーん、私と一緒でお寝坊さんなのかな。おーい、最近私お寝坊しないんだぞ、電車の間違いはするけど。なんだっけ、大チャンス来い。あー弱いです、まだ足りない、足りないです、全然足りないです。赤文字、あー白で、くー弱いなー、これまた。あ、呼吸音来たら手つなぐんだ、へぇ。ここなくてもつなぐとかありますけどね。ある、はい、最後大事、ボタンがブルブルすれば金ピカ、ないー、緑だ、終わった、終了です。はい、もういいな、ポッキューン。ポッキューン。ポッキューン楽しいです。めっちゃ楽しいよね。だってその展開期待してまず見れるんだもん。まあ、その後は展開次第だとしても。あれだね、40% ってことは、うん、あのユニコーンの先読みチャンスと同じくらいか。あ、同じ同じ、そう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 。ってことだ。あれ、なんか低くない？あれ35じゃなかったっけ？40なかったっけ？40あったと私は認識してる。じゃあ40です。いいね、もうちょっとちょうだい。あれ、これからの出会い方の相談について。ああ、そうだね、うん、マッチングアプリは嫌だ、うん、あ、マッチングアプリはだから結果怖いじゃない。そうだよね、うん、出会い系とは違うってこと。でも出会い系でしょ、でしょ、うん、言い方の問題だよね。そう、いや、カタカナにしちゃったから言いやすくなったんじゃない。我らの時もあったじゃん。いや、あったけど、若かった時、うちの時さ、さ、こそこそ。あれ横文字だな、スタービーチ .com あった。あったあった。なんならほら、モバゲーとかですらも出会い系の類だったかな。あ、そうだね。私だってスタビで知り合った人と付き合って。マジで、うん、そんなことあんの。あったあった。へぇ、あ、でも、じゃあいい、ラッキーだったね。あ、そうそうそう、しかも超イケメンだったよ、うん、浮気はしてたけど、浮気っていうか、まあ、私より本命の彼女がいた。あ、そのパターン。そう、だけど同棲してて私。よくバレないと思った。よくバレなかったな。いや、ほんとそう。どういうこと？でもだって普通考えたら、でも同棲してる方が本命にならない。あ、でしょ、うん、思いますよね。思うよ。違いました。それで浮気なんだ。はい、3ヶ月私も気づかなくて、うん、あ、そう、ベロベロに酔った日に携帯見たら、うん、フォルダが2つあってみたいな話がその人なんだけど。でもそれやだな、3ヶ月も気づく、死にたら疑わないから、まだ気づきようがないよね。そう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 、一緒に住んでたんだよ、だって。そうだよ、まさか私が浮気相手だと思わないでしょ。なんかさ、今だからこそご本人と会えるなら聞きたいよね、あの時どういう心境だったのって。あの、今だからもう笑って許せるくらいじゃん。確かに確かに。だから誕生日とかかぶんないように、うん、嘘の誕生日教えてたんだよね、私。ああ、キャバ嬢か。誕生日本当と偽物2個作るって。そう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 。誕生日休みたいキャバ嬢かよ、それ。確かに、もうモバゲーあったな。あったよね、あれ。懐かしいわ。アバターがもう可愛いからさ。あ、そうそうそう。でも私ずっと T シャツだったよ、白 T だった。初期。え、あの黒髪ショートの。あ、そう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 。もう白 T だったんです、ずっと。あれで白いタンクトップにピンクいジャージだった気がする。初期って T シャツついてたっけ。 T シャツ T シャツついてた。タンクだったっけ。なんかもうもはや肌着っていうか、本当課金してくんなきゃ一切服あげませんぐらいの感じだった気がするので。すごい人はもうなんか、いや、そう、クマの着ぐるみとかでさ、ね、そう、魔女の杖持ってペットまでいたじゃん。あ、私すごい、うん、そういうタイプ。もう2000円から3000円とかまずアバターに課金して。やば、はい、私基本ゲームに課金しないからさ。あ、でもパズドラはしたな。うん、パズドラは一時ハマったね。気がついたらやってなかったけど、うん、ふと冷静になった時があった。あのね、そのスマホのゲームは、うん、アプリゲームは冷静になっちゃダメなのよ。そうなんだよ。ふとさ、まあ、分かるよ。あれ、あの、必要みたいな。何やってんだろう、うん、そっちが正解かな。そういうゲームで繋がらないの。繋がんないよね。だからどうやって、あ、まあ、繋げようと自分もしてないんだろうけど。あ、すいませんね、なっちゃった。
待って、え、待って、なんで私がさ出会いないの、ないな、なんかそういうのでつなげないの、つながらないね、シャカシャカしてる、シャカシャカ、ちょっとシャカシャカ、え、これ、え、見てて、ここシャカシャカするから見てて、わかった、見てる、これ、これね、あ、シャカシャカ、あ、そういうこと、うん、これシャカシャカしただけで5割、かわいい、なんなのよ、緑か、あー、いいね、ちょっと練習後だったら、まあ、まあ、もっと良かったけど、もう、お昼ご飯行きたくなってきた珍しく、私の方が先にチャンスください。あー弱い。きついです、ね。あ、そっか。身ばかりが熱いんだもんね。そう。緑スタートでお願いします。青。大逆転。ない。赤。弱い。紫ですらね。はい、さん。え、そんな3回も全部がめっちゃってさ、ちょっとこっちは残念だな。何が条件でしょう、ポキーンは本当にポキーン、いいね、人生相談乗ってると先バレするわ、なんかそうそうね、え、でも私の方にしないのはなぜなぜあっちばっかり、これほんとさ、ポキンすらも言わなく当たりもせず、まるまる時間終わったら、うん、もう本当に呼ばれないかもしれない。ポキュンすらなくよ。ここぞという時に呼ばれる可能性は。あ、それそれまゆみさん、ちょっとストッパーって、うん。たまには負けとかないと。そう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 、ちょっとずっと勝てたらやりすぎなんで。そう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 。おい。すいません、やらせ疑惑上がってるんです、させんけどみたいな。おい、この企画考えた人。すごいバズってたね。いや、ちょっとさ、そう、あれ何時間前だろう、あ、2時間かな、うん、2時間前にね、つぶやいたやつが、うん、もう怖い、本当に何だろう、 100件超えてるコメントが、え、普段みんなコメントくれてないじゃん、そんなあれ、しかも写真もついてないのに、いや、そうだよ、なんかさ、すごいさ、今回ズバッと答えをみんな教えてくれたんだけどさ、うん、なんかね、すごい優しい人がいた、お、わかった、なんか、それでいいんだよ、あいや、私すごかったな、すごいなって思ったのは、うん、いや、でもパチンコなんて当たるか外れるかの 50% ですって、で、すげえ斬新確かに言ったらそうね、確かにそう、そう、哲学的な別に大喜利じゃなかったんだけど、いや、そうあとすげえ細かい計算とか、だってめちゃくちゃ数字が多い人いて、そうそうそう、え、むしろなんかさ、だいたいなんだっけ、なんかあれしたらイコール 0.050 みたいなって書いてある人が何人かいたんだけど、そうだね、え、何その 0.05 がどうしたら 5% になるのみたいな、 0.05、 100分率だから100かけるの、そう、ちょいちょい100って数字も出てくるんだけど、そう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 、あと結果、あの、今更そういうので驚きませんみたいな、え、どういうことみたいなどっちそれ、褒めてんのけなしてんのどっちなのなんか、あ、そういうまゆみちゃんが好きだよっていう、うん、もう優しいコメントで私成り立ってるから、私の8割優しそうだな、チヤホヤすんなよみんなチヤホヤ、 20% が分かんないんだぞ、マジで 5% が分かんないんだぞ、あと私に関してはマジバファリンより優しさ多めで接していただけるとチヤホヤすんなよだから、だからだぞみんな、甘やかすな学習しないかね、あ、私これでいいんだみたいなでも今回すげえみんな詳しく式まで書いてて、ちょっとびっくりした、もっと流されるかと思った、いつものみたいにじゃそれでよくでもスロットさ打ってたよね、そうだよね20分の1のやさ子役とかあるわけじゃん、なんかだから単純にもう20分の1としてもう受け入れてるから、うん、あー、そういうこと、うん、じゃあ8分の1は何パーセント、これはよく出るよ、普通に2分1は 50% でしょ、あ、だから 50% じゃない、あ、違う違う、ちょっと待って私ね、唯一4分の1だけ分かるの、うん、お、いくつ、
25分の1ちょっとややこしくなった。あ、じゃあちょっと落ち着いて、落ち着いて。あ、25%、 25%、 あ、正解、これだけ唯一覚えてんの、うん、で8分の1はそこまで分かってたら、もう8分の1なんて簡単いいよ。だから2倍でしょ、 50%、 25の2倍、4分の1の2倍が8分の1だから。そうだね、でも分数なんだよね、分数、分数だよ、分数は難しいよね。あ、そっか、減るんだ、減るんだ、減るっていうか分母が大きいから。そう、お、いいよ、下がるんだよね。お、いいよ、そうだそうだ、分かった、待って、4分の1が 25% だから、いけるよ、割る2だ、10、ちょっと待ってね、25割る2、12.5分の1。あ、じゃあ 12.5%。 そう、あ、そうそうそう、 12.5% まではね、使うでしょ、うん、スロット使うっけ、いや、使うっけ、いや、使わないね使われなかったか、うん、12.5、 あ、言わないね、あ、言わない言わない、普通に高いに1回、ああ、言うとしたら、うん、破壊に1回。ああ、そうかな、そう、そう、ゆずきも持て余す、私の思考改良をよくそれでも相手してくれてると思うんだけど毎回ね、発見があって逆に面白いけどね、うん、まあ、しゃあないよな、コンビだから相手してたら、そうなんだよしっかり面倒見てくださいって来たよ私の方に役ねを、あれでも教えてくれようとしてこれやってくるといいでしょ。そうそうだよ、多分私次はきっと間違えないよ。お、なんだっけ、20回に1回、うん、お、あ、来た来た来た、よし、見よう、やっぱちょっとあれだ、賢くなったらこうなるシャカシャカはしないな、ミニレム。私のリゼロ人生初の呼吸、うん、紫は弱いです。呼吸音プラス赤だったら、あ、豚の、あ、大チャンス、あ、来た、65%、さすがに手つなぐでしょ、あ、白、大チャンスなのに、ウルガルム、うん、緑が欲しいな、最初は青、青かまさか、まあ、ボタンバイブを期待して、あ、緑え、大チャンスとは、あらがう、えい、まあ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 、初ポキュンは外れです。あ、でも、あ、楽しいね、だろ、なんか、うん、ハマる人の気持ちがこの一瞬で分かった。そうなんだよ、この音を聞くために、いやー、長かった、700超えます。え、頼む、